菅原幸成のヤバいやつ。シーズン前半戦、菅原選手のスタッツは周りと比べてやっぱり異常でした。オランダ、エールディビジで最高の右サイドバックと評される日本代表、菅原幸成選手。クロスのスタッツがやっぱりおかしいので、他の選手と比較して見てみましょう。まず、他のサイドバックはこんな感じだよというレイから。現在3位、トゥエンテのサンプステッド選手。16試合でクロス31本中5本成功と良い数字ではないですが、これくらいの数字の選手が結構いる印象です。続いて現在2位、フェイエノールトのヘールトライダ選手。サイドバックでの出場は11試合でクロス13本中2本成功と少なめですね。守備的な選手だとこんな感じですね。続いて1位、 PSV のテテ選手。13試合でクロス40本中12本成功と数も多いし優秀ですね。この数字を覚えておいてください。それでは現在4位、アーゼット菅原選手のスタッツがこちらです。クロス110本中38本成功、成功率 35%。 ね、異常でしょ。桁が違いましたね。ちなみに次にクロスが多かったサイドバックはシッタートのピント選手で68本中18本成功でした。サイドバックでは菅原選手がダントツってことですね。リーグ全体でも1試合あたりのクロス成功数は2位でした。え、待って待って、1位の選手、何これ。 PSV のアンカーフェールマン選手、クロス105本中55本成功、成功率 52%。 ここにも化け物が。成功率 30% で一流と言われるクロスで 52% ってありえないよ。だけどクロスの本数は菅原選手の方が多いのか。2人ともやばいよやばいよ。ということで菅原選手のヤバいスタッツを紹介しました。アジアカップ、そしてシーズン後半戦も活躍を期待しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。